皆さんこんにちは。今般全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、本日4月7日政府は東京圏など7都府県を対象に緊急事態宣言を発令したところであります。皆様もご存知の通り、今日まで石川県においての感染者が急増しており、白山市内に居住される方にも感染者が確認をされております。感染経路がわからない市中感染者も増加するなど、深刻な状況となっております。このようなことから、私から市民の皆様に改めて新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けご協力をお願いをいたします。まず密閉、密集、密接の3つの密が重なる場所や集まりを極力避けるよう心がけてください。換気の悪い密閉空間や混雑している場所、また近距離での会話という要因が感染を起こしやすいと言われております。各種団体の会合や行事の開催については、必要性を考慮し、自粛や延期についての検討を強くお願いをいたします。また、不要不急の外出を控えていただくとともに、こまめな手洗いや咳エチケットの徹底など、感染防止に努めてください。最後に、白山市立の小中学校は4月8日水曜日から5月6日水曜日まで臨時休業といたします。この間、保護者の皆さんや地域の皆様にはご苦労をかけることと思いますが、市民の命を守る行動であることをご理解いただきたいと思います。本市といたしましても、万全な体制のもと感染防止対策に取り組んでまいります。市民の皆様お一人お一人の感染防止の取り組みが、皆さん自身を守り、家族を守り、そして私たちが生活する社会を守ることにつながります。引き続きのご理解とご協力をお願いをいたします。